大谷、おかえり。この一年何ヶ月かはなんかさ、大谷がプロレス界にいなくて心にぽっかり何か穴が開いたような気分でした。だけど俺は別にお前がいなくても走り続けなきゃいけないんだ。今こうやって PPP っていう興行イベントを始めて一緒にやりたいと言ってくれてる仲間もできた。一緒に手伝ってくれるスタッフもいる。そしてこうしてたくさんのお客さんが見に来て応援してくれてる。お前を待ってる時間はなかったよ。ただ女みたいなこと言ってあれだけど、大谷ジョージがいないプロレス界は寂しかったよ。まあこれは PPP の興行だけど、別に俺はお前に恩を売るわけじゃないけど、お前がこうして人前で試合してるとこを俺はどうしても見てほしかった。大谷ジョージ、お前にはプロレスしかないんだよ。だからこれからプロレスを通じて今日来てくれたお客さんだけじゃなくて、プロレスが大好きなファンの方やプロレス関係者、そしてプロレスを知らない人にまでもっとプロレスの素晴らしさを届けてくれ。頼む。お前、お前恥ずかしがり屋で口下手なの知ってるけど、今日はお客さんに向けて一言話してくれ。いっぱい迷惑かけちゃったら、こんなこと言っちゃいけないんだけど、すごい楽しくて、プロレスの話をしたり、プロレスの練習をしたり、一緒に試合の映像とか見たりして、その時間だけが楽しくて、すごい迷惑ばっかかけちゃったから、こんなこと言っちゃいけないんだけど、それが楽しくて、だから
しっかりこうやって場所も用意してくれてめっちゃ感謝してます。普段言えてないけど、めっちゃ感謝してます。また応援してほしいとお客様には言えないですけど、プロレス、楽しんでください。楽しいですね、プロレスは楽しい。だからこれからもプロレスを楽しんでみてください。三上さん、ありがとうございました。大谷、プロレスは楽しいよ。だからこれからもう過去のことはな、しっかり自分でも洗い流して、だけどこれからお前のファイトでいっぱいお客さんを感動させてください。最後に一つ大谷、お願いがある。今日 BPP ふんどしの橋さんもこれからプロレス一緒にやりたいって言ってくれた、まあ中尾ボーイズもいつも一緒にやってもらってるけど、俺はずっと一人でここまで突き進んできた。突き進んできて分かったことがある。それはやっぱり一人じゃ越えられない壁があるんだよ。大谷、お前の活動に何ら口は出さないから、それでいいから、 BPP のこの団体の所属になってくれ。お前の活動に口は出さないから、ずるいだろ俺リング上でこれ言って。それが俺だ。だけどお前の性格知ってるから、なんか契約とかはちゃんと分かってるから。まあゆっくり考えといて。というわけで今日はすいません、しんみりしちゃったかもしれないですけど、僕らが10年前から紡いできたストーリーがこうして自分が作った PPP というリングで、そして PPP を支えて見に来てくださるお客様たちとこの晴れ舞台を、彼の復帰の舞台を共有することができて非常に感謝しております。ありがとうございました。そして最後に今日戦ってくれた選手、全員じゃなくてもいいんですけど、上がれる人はリングに上がってきてください。